ブライアン・ジェームズ・バレスは、アメリカ合衆国オレゴン州オレゴンシティ出身の、プロ野球選手。現在は、独立リーグアトランティックリーグのサザンメリーランド、ブルークラブスに所属している、オレゴン州、グレシャムのサムバーロー高校に通い、1999年に、カンハレンスの年間最優秀選手、年間最優秀投手に選出された。2000年の MLB ドラフトで、 サンフランシスコジャイアンツから31巡目指名を受けて入団。2005年にホセビスカイーノの獲得に伴いディエフェとなった。2006年1月にウェーバー工事を経てボルチモアオリオールズに移籍しメジャー初昇格。勝ち星こそつかめなかったが11試合で防御率2.25をマークした。2007年は37試合中17試合に 先発するなどで番は増えたが、防御率は5.95と大幅に悪化。2008年にはマット・アルバースと先発後番手を争ったが、シーズン終了後の2009年にリッチ・ヒルの獲得に伴って DF となった。1月4日にウェーバーでトロント・ブルージェイズへ移籍。しかし2月20日にブルージェイズから戦力外となった。 その後はサン・エーラス・ベガス・フィフティ・ワンズでプレーし、4月24日に、再び、ブルージェイズとメジャー契約を結び昇格。翌日にブルージェイズで登板したものの、5月3日に、再びマイナー降格となった。2010年1月4日に、ピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、マイナーでプレーした。オフに、FA となった。2011年1月3日に、 パイレーツとマイナー契約で再契約。11月19日に古巣のサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2012年は参加のトリプル a が最高でメジャー昇格には至らなかった。2013年は台湾中華職業棒玉大連盟のラミゴモンキーズに入団。急勝をマークするも8月27日に退団した。2014年は アトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスと契約。6月9日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。2015年は再びブルークラブスと契約。ありがとうございます。